度話した人でも、もう二度目電話して、全然いいです。そうなの、そう、もうやってみない、もう、うん、やろうよ、みたいな。いいです、いいです。ちょっとはしゃくしなきゃダメよ。やってみようっていうのはただの勧誘だから。それは芸家もおっしゃる、こっちの水が甘いよって言ってるようなのは釈伏にならないって言ってる。他の日蓮宗宗以外の宗教は人を不幸にする間違ったものなんだよってことを必ず入れなきゃダメ。そんなの日蓮宗宗やってみないっていうのは結局その批判とか悪口を恐れてるわけですね。この間ほら前言われたまあ、日蓮宗宗富士懐石寺 の、うん、南無法蓮華経だけが人を幸せにするんですよっていう、うん、まあまあそれは入ってるよね。だけがが、だけがが、うん、要は他の宗教は本当は願いが叶ったように見えて実は不幸になっていってるんですよみたいなことを言えってことです。まあだけがが入ってればそれで結構もう完結してるから、うん、まあいいっちゃいい、うん、だけどこう強烈な薬が欲しいわけですよ、今、私どもは。だから同じ薬、治る特効薬でも、緩やかに治る特効薬と、バーンって効く薬と、って言って考えたら、セットでいった方がいいね。わざわざ。日蓮宗宗以外の宗教は全部人、そんなまどろこしじゃなくていいの。そんな叶ったように見えるけどなんて言わない。日蓮宗宗以外の宗教は全部人を不幸にする宗教なんですよ。じゃあ宗教なんですよ。とこう、って。そうするとその薬の効果でかいわけ。それ日蓮宗宗の信仰だけはしか幸せになれないんですよとか、日蓮宗宗の信仰しか幸せになれないんですよは、一応完結はしてるんだよね。ちゃんとじゃを発してるんだけど、まあぬるいんだな。聞き取れなかったりして、だけが。相手がね、こっちは言ったつもりで、あんなそこがこう小さくて、日蓮宗宗のだけがいいんですよ、みたいなさ。そういうことになりがちだから、ちゃんと項目を分けてやる。わざわざ。まあ僕はそういうのを、なんていうか、なんていうか伝える、うん、ような修行をやってます、みたいなことは、ちょっとなんかこう言っちゃう時があるんですよね。まあ言っても何でもいいよ、とにかく。でね、その結論として、全てに通じるんだけど、1年3000だから、要は、まず自分がその桁行をやってる中で、自分の命の中で、この、まず、歓喜っていうかな、心がまずバーって晴れてこなきゃ何にも解決しない。心が晴れないようだと、その釈迦のやりっぷりが足りないんです。で、心が晴れないようだと崩壊も変わんない。一年三千だから。だから一年に、この言ってみれば菩薩界仏界っていう強い命が現れるから、自他不二だから、衣装不二だから、周りも変わっていくわけだよ。書店も動き出すわけです。自分がうじうじ、いくらピンポンやって、二千少子の信仰しか幸せになりませんよって言ったとしてもだよ。自分の命がこう晴れてないってことは、言い方が足りないのか、言い数が足りないのか、いずれにせよ、この一年がまだその、菩薩会、仏会が開いてないわけだから。ってことは、崩壊も全く変わんない。ってことは、動かない。そこが目安なんです。そう、目安。やってるときはもう命が晴れてくるんですよ。今、大体こう、ピンポンやってる連中聞いてると、まあ、最初は重いんだよね。俺も経験あるから分かるけど、最初の1件や2件はさ、いないでくれなんて言いながらピンポン、出てくんなみたいな感じでピンポンしながらやるわけだ。そのうちになんか弾みが出てきちゃって、で、大体夕方ぐらい、2、3時間やるとみんなもう、面白いねってなって、っていうのが本当なの。だから、いろんな問題も解決してくるし、願いも叶う。それは命がやっぱりバーって晴れてくるからですよ。それが全てのやっぱり一つの目安になるね。ってことは晴れないってことは足りない数が。人も動かない。いながらにして遠くの人間の心を動かすわけだからさ、よっぽどこっちがブワーって張り切らなかったら届かないですよ、そんな遠くの人間の心まで、っていうぐらいの実感があるね。光り物なんか起きませんよ。だから大聖人様のそのまあ、ご本仏だからさと言ったって自動凡夫っていうことを外しちゃいけないからね、特別な存在だと思っちゃうと本当の信仰とはできなくなっちゃうから、同じことができるんだっていうふうにおっしゃってるわけだよ。だから自動凡夫のお姿に下ったわけだから、
ってことは、まあ、大聖院は御本仏だから光物も出すぐらいなお力があっても当然でしょうねじゃなくて、同じことが起きる、天体すら動かすってことができるっていうさ、いう力があるんですよ、御本尊には。それはそのご本尊にあるし、我々のこの胸中に本当に大聖院の仰せの通りの修行したら、そういう不可思議が起こるってことだね。な、自らの肉体なんか当然変わること、当たり前なこと、もマインドなんか絶対変わるし、フィジカルの問題だって変えちゃうし、で外の人間の心すら変えられる。それが本当の妙法蓮華経の力ですよ。それを引っ張り出すには、まあよくこう自分の胸中に手を当てて歓喜してるかどうかをしてなきゃ、もう何はさておいても歓喜できるような下士活動をひたすらやることね。それが数値で言ったらこう自分の基準になるね。自分じゃやったつもりになるわけ、一人や二人こう話すと、その職務やってんのになってじゃあないんです。こっちの命がパーって、そしてもう希望とかしかもう見えないみたいな、絶対大丈夫だよねって根拠ない希望が出てくる、いい意味の。今はそのいろいろ要素を挙げればさ、この暗くなる話ばっかりなわけさ、今の環境を取り巻いてるのはね。ところがここが不思議で、そのどん底みたいな、もう最悪の条件みたいなに思うような中で、何とも言えないさ、絶対大丈夫だよ、全く解決するというその不思議な光がこうまず乾いてこなきゃダメね。それが基準、物事が叶うか叶わない。